暇人。告白とか言ってたでしょ。私やっぱ言うわ。本当は死んでも言いたくなかったけど、あんたを歩みから引き離せなかった以上、隠してたって変に思われるだけだし。私は変に思われてもいいけど、あの子は変に思われたくない。私がいないとね、あの子はダメなの。じゃなくて、ダメなことになりやすいっていうか、そう、私がなんでこんなに心配するのか、あゆみから離れたくないのかって。変だと思うでしょ。まあいいけど、そのなんでかっていうのを話そうかなって。これ話せばあの子は変に思われないし。川上マングースって知ってるわよね。私もずいぶん騒いだし。そう、そいつ。私が納涼将棋大会を嫌ってるのもそいつが原因。私が歩みを守ろうって思うのもあいつが原因。あの最低なやつのせい。ほら
興味持った。表面しか見てないでしょ。あいつ、私の祖父なの。つまり私はあいつの孫。やめて、そういう目。祖父と孫ってだけ、ただ血がつながってるだけなんだから。私はあいつのこと心底憎んでるんだ。やめてくれれば別にいい。長くなるわよ、全部話すから。祖父の代から付き合いがってわけ。その女性ってのが今の私のおばあさま。あの川上はあろうことか歩みのおじじ様から女を奪ったのよ。このことを私は子供の頃から聞かされて育った。あんたのおじい様はあの神宮寺家の先代と争って私をお嫁さんにしたのよって。そんな風に聞いたらどんな素敵なおじい様なのかしらって思うじゃない。おばあ様、それくらい誇らしげに。でも違った。あいつは誇れるような人間じゃなかった。おかしいとは思ったんだ。私はおばあさまの家で祖父のことを一度も見たことがないのよ。てっきり死んでるのかと思った時もあったけど、それも違った。あいつは生きてた。生きて昔と変わらない姿で将棋を指してた。おばあ様を捨てたのよ。九段だとか衛星タイトルだとか、そんなことのために。おばあ様のことも
産ませた娘、私のお母様のことも。そこで、あゆみが出てくるの。おばあさまの縁で、神宮寺の家とは交流があったから。あゆみに会ったとき、思っちゃったのよね。もしも運命が違ったら、私はあゆみみたく育ってたのかな。素敵なおじじ様がいて、だからね、あの子はもしもの、あたし。あたしはね、そういうずるい人間なの。別に、あの子が可愛いんじゃない。守りたいのは、あの子があたしに見えるから。それ、バカじゃないの？あんたなんかに慰めてもらいたいわけじゃ。
こういう時に、こういうことを。待ってよ。もうちょっとだけ。もうちょっとだけ。このまま。しないけど。やっぱりあんたのせい。優しくなんてするから勘違いしそうになる。あんたが歩美のこと好きなの知ってるし、私だってあんたのことなんか。落ち着いた。話して。二度は言わないわ。話しなさい。まだ間に合うから。私、あゆみの悲しむ顔なんか見たくないんだから。ねえ、ちょっと頼みがあるんだけど。忘れてくれる？ここで話したこと。
何よ、あんただって歩美に誤解されたくないでしょうが。じゃあ、ま、そういうことで。秘密の告白してあげたんだから、あんまり歩美にちょっかい出さないでね。今朝のうちの王子は一味違うわね。頭のあたりが豪快に違う。寝癖くらい直してから出かけなさいよ。うん、聞いた？おはよう。
シキ、どうしたすか？なんか元気なさそう。ぷよこのこと嫌い？今ぷよこの名前聞いたら嫌そうな顔した。本当は嫌いなの？